長崎花長崎花鹿ごしましたね長崎花の一長崎花は、鹿児島県南部、薩摩半島の最南端にある岬である。鹿児島県いぶ市山川岡千代が水に位置する。いぶカルデラの外林山の一角を成しており、一帯は火山岩にて形成されている。花とつく地名は、名のごとく、岬の基部が末広がりになる三角形状の 地形であることが多い。花と名のつく岬は全国の至る地方で見られるが、その中で最も有名な岬である。長崎花からすぐ西方には海越しに丹精な山陽で知られる海門だけがそびえ、妨げる障害物は何もないため、岬から眺める山陽は非常に美しい。また、晴天時だと岬の展望台から遠く薬島の 宮の浦岳や洋島を遠望する。このように非常に風光明媚な土地であることから古くから観光開発されており、三崎の展望台から1から2キロメートルの沿線に土産物屋や飲食店がびっしりと立ち並び、長崎ビパーキングガーデンという観光施設が設けられている。また、この長崎ビ一帯にも浦島太郎伝説が伝わっており、竜宮神社が鎮座する。 岬及び周辺の海岸線一帯が霧島近郊湾国立公園の一角を成している。また近辺に国の特別天然記念物である祖鉄寺生地がある。池田湖海門竹うなぎ池長崎花山川湾、いぶすき温泉。ありがとうございます。